吹けゆく秋の夜、旅の空のわわわわわ。はい、おっちゃんです。秋にはまだ早いですわ。そんな中で本日のテーマは長距離トラック運転手の家に帰れない理由、これについてちょっと話していこうかなと思います。何？家に帰れない理由？そりゃ長距離トラックやってるからだろうという方がね、いらっしゃるかと。当然な答えでね、いらっしゃるかと思いますけれども、そうではなしに、何日も1週間以上も家に帰れない、そんなことも長距離やっているとありますよという話をしようかなと思います。というのがですね、まあそうですね、私の長距離時代にはね、私が長距離時代のいた会社ではそんなことはね、なかったですね。はい。まあ最低でも5日目には我が家に帰れるといったところですね。関東便で5日公開、5日目には家に帰れるといった仕事がほとんどでしたね。もしくは関西便だったら3日目には家に帰れると。まあトラック業界でね、よくトンボ帰りという言葉がねあったんですよ。今も使うんかな。今はほとんど折り返し運行とかねないんじゃないかと思います。昔はですね、日月火、まあ、関西便を週3回やるとしたら、日月火火曜日で帰ってきて荷物を積んで、また出る火水木で、木曜日に帰ってきたんだけれども、木曜日に荷物を積んでまた出る木金土と、で土曜日に帰ってくると、そんなね仕事ザラでしたよ。今でもね、そんなことをやっているブラックな会社あるかもわかりませんけれどもね、まあ私が長距離時代にはね、まあ私がいた会社はまあブラックではなかったですけれども、まあお金を稼ぎたいんであれば、仕事はいくらでもあるよと、仕事つけるよといった感じでねやってましたね。で今の時代はね、働き方改革だとか、ね、法律も厳しくなりました、運送業界。なのでね、そんなことはねもうなくなってしまったんじゃないかと思いますけれどもね。で本当に昔私が現役時代に、特にですね、九州の運転手さんがですね、運転手さん、まあドライバーさんですよね、九州の会社がですね、例えばそうですね、熊本にしましょうかね、熊本のドライバー運転手が、例えばですよ、熊本県では荷物がないと、九州では荷物がないと、まあとにかく荷物がない、で山口県まで来なければ荷物がないと、で山口県から荷物を積んで、例えばですよ、大阪南港行きといった荷物をね積んで走ったとします。で大阪で空車になれました。でもですね、そのドライバーは熊本に会社があるわけじゃないですか。で熊本に帰る荷物がないんですよね。熊本に帰る荷物がないと。
それで、まあ、例えばですよ、例えば広島止まり、大阪で積んで広島県は大竹市と、大竹市で空車になると、でやっぱり熊本に帰りたいわけじゃないですか。でもまたまた熊本に帰る荷物がない。でまあ運よく大竹市内から荷物があった。でどこかと思ったら静岡向けと。でそういった感じでね、一般貨物の荷物をやっているとですね、で自分のとこのその定期というか自分のとこの荷物がない。でもう水屋任せの運送屋さんというのは、そういったところがですね、多かったですね。まあ、とにかく、ふるさと帰れない。なので、自分家に帰れないと。そういったね、ドライバーさん、九州の方がね、非常に多かったですね。で、私が元行った会社はですね、まあ、ある化学工場のグループ会社だったんでね、荷物は絶対そこから荷物があったんですよ。そこの荷物を積んで、神の方へ登ってましたんでね。九州方面はね、ほとんど、洋車でしたね。九州方面は洋車に任せましたけれどもね。まあ、上りの荷物であれば、まあ、いくらでもあったと。で、大阪方面で降ろすと。大阪で空車になりました。で、帰りはね、半分が水屋でしたね。水屋に電話して、まあ、最悪そうですね。広島止まるとしましょうか。まあ大竹でマイナスしたと。ででも山口県まで帰ってきましたね。そこからの荷物があるんで、自分とこの荷物がねあるんで、で山口県防府市まで帰って荷物を積んで、また大阪あるいは名古屋、滋賀、奈良、まあそっち方面、まあ姫路もそうですけどもね、そういったところの関西方面に行ってましたね。そういった感じでね、自分のところに荷物がある会社というのはね、やっぱり強いですね。自分のところの荷物なんで、どうにでもなります。はい。でもですね、自分のところのその、もう決まった荷物がない、というところはね、まあ結構厳しいです。一般貨物の場合はですね、ほんとね、水屋さん次第ですね。もうどこに行かされるかわからない。もうどこに飛ばされるかもわからない。もう家に帰れないと。そういったね、こともあり得るんでね。まあこれから初心者さん、転職される方がね、いらっしゃると思うんですけれども、ぜひともね、運送会社へ、次の運送会社、もしくは初めて運送会社に行かれるときには、その会社が自分のところに荷物を持っているか、あるいは、まあ業務提携をしている、例えばですよ、まあ、山口県防府市に会社があると、その防府市内で荷物を積んで出られる、もしくは防府市内の水屋さんを持っていて、そこの防府市内、自分のところの会社の近くから荷物がもらえる、もしくは
近場ですよね。その近くに荷物がもらえるところがある、積むところがあると、そういった会社をね選んだ方がいいと思います。でないとね、家にね、本当それこそ家に1週間帰ってない、10日帰ってないと、そんな状況にね今の時代でもなりうるかも分かりませんということなんですよ。こういったこともですね、私の視聴者さんの中で、そういった経験がある、未だにそんな会社があるといった方はね、コメントの方で教えていただければとても参考になるので教えていただきたいなと思っております。まあ、冒頭にも申し上げましたけれどもね、冒頭で例に挙げましたけれども、九州の運送屋が必ずしもそうということは言っておりませんのでね、こちらどうのこうのというあれはありませんので、私の今までの経験上そういった運送会社もありましたよと、本当ね、実際の話なんですけれどもね、家にその人はね、長崎か熊本の人だったんですけれどもね、どうだったか、静岡で私荷物積んだと思ったんですけどもね、で、長崎県の鳥栖の方にマイナスしに行きました。荷物をね、下ろしに行きました。で、そこの荷下ろし場でね、出会った運転手さんだったんですけれども、もう俺は3ヶ月家に帰っていないと、そういったね、乗務員さんが いましたわ。はい。で、聞けば気の毒なんですけれどもね、話せば楽しそうに話す方でしたけれどもね、3ヶ月ぶりに家に帰ったら、違う人間が住んでいたと、違う人が住んでいたと言った、本人さんね、笑い話してましたけれども、はい、家に帰ったらもう自分の奥さんはどっか出て行ってしまって、自分の奥さんとか出て行ってしまって、もうその家には3ヶ月ぶりに帰ったんだけれども、もう奥さんは出て行ってしまって別の人が住んでいたと。まあそうかもしれませんよね。3ヶ月もね、帰ってなければそういったこともあるんじゃないのかなと。で、そういった話をね、無線仲間からよく聞いてたんですよね。でも実際に自分が本当にそういったことを聞くとは思いませんでしたね。実際にそういう話を本人から聞けるとは思いませんでしたね。はい。まあ今の世の中ね、3ヶ月も本当家に帰れないというような運送屋はね、ないと思うんですけれども、まあ、3ヶ月はないかもしれないですけれども、まあ1週間だとか家に帰っていないというのはまだ未だにあるんじゃないのかなと。よくツイッター私やるんですけれどもね、ツイッターのフォロワーさんでも荷物がない、今日は泊まり2日間泊まったよとかね、ありますからね。で、関東便とか5日航海とかやっている会社だったら、もう2日泊まったら1週間ですよね。7日間は家に帰れないんでね。まあちょっと荷物の動きも悪いんだと思います。コロナの影響もあるし、やっぱ経済が動きませんからね、経済が動かない、物が売れない、売れるものはもう知れてると。で、清涼飲料水とかもね、売れんのじゃないかと思います。はい。まあそれもコロナの影響でね、いろんな影響で売れないんじゃないかと思います。はい。で、
そんな中でね、あの冒頭に も、先ほども申しましたけれども、家に帰れないという話を今日はしてみました。それではこの動画は以上です。ありがとうございました。皆様の参考になれば嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。